京王3000系電車伊予鉄道3000系電車伊予鉄道3000系電車は伊予鉄道の鉄道専用通勤系電車2009年8月24日より営業運転が開始された製造から40年以上が経過し老朽化が進んだ800系電車及び700系電車の一部を置き換えるために京王電鉄井の頭線で運行されていた3000系電車を購入し 京王重機整備にて下回りを中心に改造の上導入した。京王3 0 0 0系のうち、この導入によって、郊外線の車両のうち、約6割が更新された。また、本系列の導入により置き換えられた800、軽電車のうち4両が、長子電気鉄道へ譲渡された。ステンレス製構え体を用いる、両開き三扉、十八メートル旧車体であるが、 前面に普通構成のカラーマスク部分がある。このマスク部分の塗装は、慶応時代には編成ごとに異なっていたが、伊予鉄道ではすべての編成でアイボリーの塗装が施されている。側面倉下には在来車に準じた伊予鉄道のシンボルカラーである、濃淡オレンジの帯を配しているが、前面には在来車と違いたいはない。行き先表示器は、 字幕式で、ローマ字を併記している。また、行き先表示器の右側には、伊予鉄ロゴが表記されている。なお、2012年9月14日に、伊予鉄道が125周年を迎えたのに合わせて、第8編成に記念ラッピングを施した、段だ々んだん125が2012年3月29日から2013年3月末まで、運行された。車内の座席は、 ロングシートで車椅子スペースと優先座席が設置されている。また横河原の方先線当車であるクハ3500型は冷房温度を28度に設定した弱冷房車となっている。中間車であるモハ3000型には貫通扉が設置されている。なお、ドアチャイムは装備されていない。制御方式は、慶応時代は堺寺直ょ制御であったが、リベット阻止による、 VVVF インバータ制御に改造された。伊予鉄道における VVVF インバータ制御車両は、機動線のモハ2100型に続くもので、鉄道線では、初の導入となる。主制御機は、定格 1.7KV、1200A のイベット、モジュール素子を使用した2レベル方式の東洋、電気製造製 RG6010AM であり、 主電動機は TDK-6333A である。冷房装置発射者の集中式冷房装置、三菱電気製 CU-711B を活用している。統計式も2017年夏頃から新塗装化が始まり、2019年度末時点では第二編成を除き新塗装となっている。ありがとうございます。